世界保健機構が、健康なボランティアを募り新型コロナウイルスに感染させることで、新型コロナウイルス感染症ワクチン開発のスピードを上げるとの意見を出した。6日、ブームバーグによると先頃 WHO はこのような内容を含んだ報告書を提出した。韓国メディアが6日、報じている。 全世界の研究者らが新型コロナウイルスによって低迷した経済を救うため、ワクチン開発に没頭している。感染したボランティアを対象とした治療予防検査の研究はワクチン開発のスピードを格段に上げることができるとブームバーグが報じた。